皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2021年5月23日日曜日、仮想通貨イン中野研究会。えっ、ー、と、5月ももう最終週ですね。 えー、5月のも,もう明日から24日でああ来週ちょっと日月ってあるんですね3031日でねうんもうでも基本的には最終週でですね5月の終わりっていうのは非常にあのいろんなことありますね、まあ、まずは車の税金を納めるのか5月末ですからね、まあ、皆さんも3万9500円でしたね きついですよね,あれねまあそのほか、普通の会社の人は、普通の会社は3月31日が決算なんで、えー、会社のね、えー、税務申告が5月31日までですからね、あと消費税の方がね、あのー、や,ばいやばい感じですね。<laughs> 僕はもうほとんど終わりなんで、えー、大丈夫なんですけども。 まあ、ただ、予断は許さないですよね。まあ、あと、その他僕も、えー、今週は、あの、もう2代目の車買ったんでね、えー、車の納車があるので、まあ、ちょっとずらしてもらおうかなと思ってますけどね、来,来月にね。あ非常に忙しいんで、皆さん、<laughs> 皆さんもちょっとお忙しいと思います。あの、年度末の3月31日じゃなくてね、やっぱり5月31日だよね。 どうしてもね、あの、忙しいのは、本当に、あの、会社の経営者とか、経理の人とかね、<laughs> えー、小松さんとい,ちい,ちいう父が山々だと思ってます。で、今日はですね、えー、まあ、昨日から言ってますけども、3年前に、そこにコンサルを受けた方、億万長者の方の2人ということで、まあ、実際にコンサルを受けなかったとしても、セミナーを受けなかったとしても、まあ、このね、私の YouTube を見て、 えー、自分なりにね、やってみたっていう人もたくさんいると思います。まあそういう方からね、またあの、お便りが届いてますので、またね、ご紹介したいと思います。はい。あのー、またね、今日落ちてますね、ビットコインがね。ビットコインの価格が一時700円前ありましたけれども、 まあ同時個も80円ぐらいありましたけども、まあ、今40円になって、今37円になっちゃいましたよね。で、コインエクスチェンジがあの再開してるんですけども、これは10日間のみでしたね。僕は2ヶ月ぐらいあるかと思いましたけど、いやー、10日間の間に気づくかっていうことですよね。うん、ほとんど、ほとんどの人は気づかないで、えー、終わっ ちゃった終わううと思うんで,す、ね、でまあ、えー、中野研究会の人は、まあ、大体5万円ぐらい買いましょうねとで草コイン一つにつき1000円ずつ買って、えー、50個5万円買いましょうねって話してましたからまあビットコイン5万円分のビットコインをねコインエクセンジに送って、えー、そこでですねあの5万円分の同時コインにしてですね、えー、そこで、えー 千円ずつ買っっていいた人多いと思うんで,すよでまあ途中でねあのやりきれなくて1万円だけ残して2万円1万円分の同時婚に残してそのまま2万円ぐの同時婚に残してそのままっていう人がほとんどだと思いますね。ほったらかしででこういうエクスチェンジが閉鎖するっていうニュースが流れてですね、まあ、それ2ヶ月ぐらいあったんですよね。でその間にまあ全部売り切ったっていう人もいると思います。 まあ僕みたいにね、ちゃんとね <laughs>。でもそれはもう、なんか、あのそのアナウンスは聞いてなかったよっていう人も、まあ、8割方いるんじゃないですかね。で、8割方行ってですね、500セン者の中に、えー、草コインとか同時コインを残したままと。で、今回のアナウンスで、わずか10日間ですね。わずか10日間、気づくか、気づかないかですね、気づいてほしいですね。 で僕も LINE でですね、100人ぐらいの人には LINE 送ったんですけど、まあ、全部で1500人ぐらいいるんですよね。LINE の人ね。でも途中でやめました。途中でやめちゃいました。本当はね、<coughs> ぜひ LINE しなくてはいけないんですけども、うーん、まあもったいないですからね。はい。で、まあちょっとね、もう一回ですね、 えー、仮想通貨の値段を見てみたいと思うんですけども非常にねあの今下がってるんですよねこういうマーケットキャップ見ますけれども時価総額も147兆円しかなくて一時270兆円あったんでねもう半分ぐらいになりそうですねあービットコイン366万円まで落ちちゃいましたね460万じゃなくてね360万ですよまあそれでもすごいですけどね あの以前一瞬250万つけて、それで120万とか80万とか落っこっちゃったのに比べればまだいいですけど、で、イーサリアもまあ20万、まだ20万ありますからね。まあ、一時4十万、十6万ありましたからね、47万とかね。半分以下ですね。で、同時コインもうんい、32円ですね、今ね。はい。じわ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 いかれますね。で、カルタネータも127円ですね。 え、これ、えっと、180円ぐらいあったんですかね。えー、っと、いくらあったんですかね。もう覚えてないですけど、200円いきそうでしたよね。うーん、痩せ細りましたね。リップルも78円ですからね。え、リップル200円いきましたけどね。180円とかね。78円ですから。せ細りましたね、みんなね。痩せ細りました。ユニスワップも1 6 5十円。これ4000円ありましたからね。 うん、あのー、ポルケドットもね、痩せ細りましたね。<laughs> いやいや、VTM8 円になっちゃいましたね。痩せましたね。かなりね。うん、ちょっと、早く復活してほしいって感じですね。うん。でね、あの、今日はですね、あのー、ライブはね、ちょっと、 <laughs> しばらくはね、ライブをやめとこうかなと思いましてね、あのまあ、夜ね、えー、ライブを見てくれる人がいて、やっぱり、えー、日中、仕事がね、疲れてて、疲れてる中で、ライブの時間まで待っててくれてる人が多くて、そうすると大変、ね、申し訳ないので、えー、動画を作,作ることにしましたで。動画だとね、いつ見てもいいので。 あの早く寝てしまって、明日の朝見てもらってもいいと思いますからね。あの気兼ねないですね、お互いにね。でお,お便り紹介で、き2人の人ですねで。最初の人は、あの、まあ、黄色の人ですね。はい、お返事いただきありがとうございますということで、まあ、つうか LINE でやり取りしました、えー。私は神様に選ばれたのでしょうか。まあ、選ばれたとしか言いようがないですね。あの、同時頃にたくさん持ってる人ですね。あの リップルを10万円分コインエクスチェンジに送って、同時コインに変えてそのまま放置という人ですね。あの、いや、不思議ですよ。だってリップルを送ってで、リップルを同時コインに直接は変えらんないので、まずリップルを多分ビットコインに変えたんでしょうね。で、ビットコインに変えてから同時コインに変えたんでしょうね。で、そこまでやって、ちょっと疲れてそのままにしてしまったと。 普通はね、リップル送ってそのままとかね、リップル送って、あのー、そうですね、あのー、ビットコインに書いてそのままっていうのが人が多いと思うんですけど、同時コインまで変えて、で、そのまま放置っていうのがね、僕は神様に選ばれたとしか言いようがないと思います。そのうちバチがあったりそうな気がします。運の神様はそこまでは甘くはないとも聞きますし、 けれをただ一つ言えることは中野先生と中野式草コイン資法に巡り合わせていただいたのは間違いなく神様ありがとう。状態であるのは間違いありません。あ現れては消え、現れては消えの数多くの金融系 YouTuber さんの中で粘り強く発信され、生徒さん方にも親身になってらっしゃる中野先生にたどり着けたのは本当に奇跡だと思っていますと。 それから私の放置コインについては結果はまだどうなるかわかりません。送金も途中ですし、時代も不安定で。しかし、えー、今年中には決済しなくては税金もあるしと。まあそうですね。<laughs> まあ一旦全部決済して方がいいと思いますね。はい。同時コインもどうなるかわかんないしね。また上がってくるから、それまで待とうっていう人もいるかもしれないけれども、 同時コインにそんな将来的な魅力が確かなかったような気がしますからね。はい。犬のマークが可愛いって言って、イロ,イロンマスクの子供か孫かが、子供か。子供か孫かが、ただ言っただけですからね。はいこの。この草コイン可愛いってマークがね、あの犬、犬のマークだったから。で、それでイロンマスクが、やっぱり同時いいよねって言い出しただけなんでね。 ああそ,そんな同時コインがいつまでも高値なわけがないですから。引き続き話半分ぐらいで期待して、手元に無事に届いてからじわじわ実感することにします。私も投資トレード暗号通貨システム法律に関しましてはどちらでございますので、またこれからも勉強させていただいたり、ご相談に乗っていただく機会があれば、よろしくお願いいたします。それから先生、正解でございます。 ズバり私、関西人でございますと。で、先ほどの放置コインの〇〇でございます。何度もすいません。一応今までのお話は事実だということで、コインエクスェンジの私、コインエクスンジの私のモニター画面をお送りします。画質は悪いですが、もしも話のネタになるならご自由にお使いくださいということなので、まあ話のネタにしようということで。 これですね。この画面ですね。こうして同時コインがあるということでもう、あのー、送金先を多分これね、バイナンスに、<laughs> バイナンスのアドレスにしたんだと思います。で、確かに34万4360。まあ、ありますよね。34万4360。でですね、今、いくらになってるかですよね、これね。えー、っと、じわ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 。 まあ、落ちてきてるんでね。早くこれ出勤したいと思っ、もう32円ですよね、今ね。えー、早く出勤したいと思ってることは山々だと思います。えーっと、今いくらだ ?32 円12ですよね。32.12かけることの、えー、ここですね。34万4360円。 34万。あ、違う違う違う。間違えましたね。<coughs> <coughs> 32.29ですね。もう一回いきますよ。32.29かけることの、えー、34万4360ですね。わ、あ、千百十 一万九千三百八十四円ですね。どん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 落ちてきてますね。はい。昨日は千三百万ぐらいありましたけどね。まだ一千万はありますからね。これ、あのー、早く、早く出勤してくれ、早く30日にならないかなって。あのー、ハラハラしますよね。ハラハラ,ハラして。一 <laughs> 日百万ずつ減っていくような気がしてならないですね、これね。 最後にはなんか、プスンってなくなって、やっぱり同時コインか <laughs>、つって <laughs>、終わっちゃうっていうね、<laughs> ちゃんちゃんって話 <laughs>。まあ、それがないようにね、したいですね、本当にね。うん。はい、あともう一方。まあ、な、もう,のもうね、本当はたくさんの方から、LINE とかメール来てるんですけど、今日は、もう一方ですね。中野先生、ご無沙汰しております。以前お世話になって、 っていたまままるる歳とと申しますとで僕ねあのー、名前言われても,もう覚えてないんですよね顔だったら覚えてるんですけどね今回先生の動画を参考に昔買った草コインをチェックしましたそこで気づいたことを報告させていただきます1コインエクチェンジストロングハンズはどうやら過去に売っていたのですが C バンクというコインが値上がりしていました早速出金すべく唯一の取引取扱い取引所 コインワンという韓国の取引所にアカウントを登録しましたが、韓国キャリアの携帯電話番号がないと入出金できないことが判明し、えー、がっかりしました。これそうなんですかね。プラス81の最初の0を取って、プラス8190とか80とかでいかないですかね。総額165万円でした。<laughs> これはショックですね。 うまくいかないですね、なかなかね。草コインはなかなかうまくいかないですね。やっぱり日本の取引所で扱ってないととか、大きなね、えー、バイナンスとかで扱ってないとセキュリティ厳しいですね。うーん、なんとかならないですかね。まあ、僕の知り合いで韓国に住んでる人いますけどね。うん、でもそれやっちゃいけないからね。 うんあと2、バイナンス。数十種類の草コインを買っていたようですが、どれも少額のため放っておこうと思いました、ね。<laughs> 草コインはもう、草し、草ぼうぼうになったって感じですね。バイナンスには少額コインの、少、え、額、ー、コインをですね、バイナンスコインへ一括返還、処理できる機能があるというのですね、そういうのがあるらしいです。 で、その後、あのー、バイナンスコインをビットコインに変換して日本の口座に送金しました。以上報告いたします。何かのお役に立てれば幸いですと。ということで、まあそういう機能があるのかと思いましたね。えー、すごいなと思いました。<laughs> あ、だからバイ,バイナンスコインっていうのは増えちゃうんですよね。もう変な草コイン一括で <laughs> BNB に変えちゃうからね、みんなね。う はい。ということでね、今日終わりなんですけど、あのー、コインエクスチェンジですね。まあ、あと7日間ぐらいしかないですけど、命がね。えっ、ー、と、メールアドレスを忘れてしまっ、メールアドレスっていうかね、えっ、ー、と、これ気をつけなくちゃいけないのは、ここにも書いてあるんですけど、あの、メールアドレ、 ユーザー名はメールアドレスじゃないって書いてあるんですよね。だから、メール、アドレスっていうのは登録してるわけ。登録してあるわけなんですよ。講座開設するときにね。メール、ユーザー名、ね。1、2、3、 パスワード。これ3つ必要なのわけですよ。ただ1番と2番は同じにしてもいいんです。同じにしてもいいんです。で、中野研究会は同じにしたんですよ。ね。それで、えー、っと、パ <laughs> スワードを分からなくなっちゃったという人は、えー、ここを押してくださいって書いてあるじゃないですか。で、ここを押すと、 ユーザー名かメールアドレスね、どっちでもいいですから、こう入れて、えー、まあ、僕はこれですよね。で、パスワードリセットをしてくださいと。そうすると、メールが届くから、あ、ちちゃこね。えー、っと、日本語。メールを確認してくださいと。メール送ったからね、確認してください。で、パスワードリセット、リンクをクリックしてくださいと。そうすると、パスワードが、えー、設定され、あのー、再設定できる画面にね、映るから、 そこでパスワードを再設定してくださいって出るんですね。で、それで、あの、もう一回、ログイン画面に移ると。もう一回ね、この画面に移って、ユーザー名。ユーザー名は、あの、メールアドレスと、じゃないですよと。パスワード、ユーザー名。ユーザー名はメールアドレスじゃないですよってことなんですよね。で、長野研究会の、特に僕のコンサルを受けた人は、 メールアドレスとユーザー名を同じにした可能性がある。まあ、別にするっていう人もいたけどね。で、パスワードということですね。だからメールアドレスじゃないですからね、ユーザー名っていうのは。ね。ただ、中野研究会の僕のコンサルを受けた人はメールアドレスとユーザー名を一緒にしただけですね。で、これをやってくださいということです。それではね、今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。何かありましたら、えー、メールとかね、LINE とか電話でお問い合わせください。 千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。